私はあの3億円事件の犯人かもしれない。あれから40年もの月日が流れているのに、私の喪失感は今も消えない。それは心の傷に時効がないから。60年代、時代が何かを求めてうごめいていたあの頃、私は狭く孤独の中で生きていた。子供が何の用だ。大人になんかなりたくない。会社好きか。俺も権力ってやつを憎んでる。石投げるもよし、角材振り回すもよし。だけどな、権力にとっては痛くも痒くもないんだ。俺は頭で勝負したい。お前が必要なんだ。12月10日午前9時10分頃、府中刑務所のそばで奪う。3億円だ。あなたとなら時代を変えられると信じていた。初恋。